ドライブの魅力、はい、あの僕ドライ正確にはドライブが好きっていうよりかは、はい、仕事行くとき必ずこの車で行くんですよ。でその行く間の時間をどう使うかっていうのを大切にしてて、本当に何も決めてないんですよ。本当に決めてないですよ。いやいやいや、頭の中空っぽじゃん。もう本当に。多分写真撮ったのはあそこの橋らへんかな。プライベートで来ると思わなかったけど。いや、なんか2人前しか頼んでないから、うん、もう一品頼んであげた方がお店。あ、これ以上成長するの難しいな、現実的に考えてこれ以上無理なのかなとかいう狭間で今戦ってるぐらいのところに来てるかな。正確には休みの日じゃないですか、まあ、今回、はい、その橋本さんと DVD とか前やってたじゃないですか、はいはい、DVD というか旅みたいな、でそういうのできたらいいねっていう、実は僕持ち込み企画なんですよ。そうなんですね。そうなんですよ。でやりませんかって言って実現してるんですけど、実は僕ほとんど何も分かってないです。いや僕も何も分かってないですよ。いきなり福井から来いと言われてね、はい、ありがとうございます、わざわざ。いや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 。じゃあ行きましょうよ。じゃあ僕車移していいんですか。あ、どうぞどうぞ。あのナンバーあの隠してくれれば。はいはい、わかります。全然いい車乗ってますね。な、失礼します。はい、どうぞ、はい、失礼します。え、これ どうするんですか。まずそこから話しましょう。そこから話します。とりあえずどっち方面とかあります、はい、それを、決めるにあたって、はい、なんか、まあ、趣味がドライブっていうことで、はい、休みの日にこういうコースをなんか走るみたいなのあるんですか。はい、ないですね。ないんですか。いや、目的があって行くんで、必ず僕は目的地でご飯食べる場所決めて、はい、でそのご飯屋さんに向けてドライブしに行ったりします。だからなんかなんとなく行くってことあんましないですね。あ、そうなんですね、はい、ならとりあえず高速行きますか。高速乗るんですか。え、乗りません？ダメですか？景色もいいから。どっち方面行くんですか？首都高をぐるぐるしましょうよ。え？やだ。いや、まあとりあえず出ますけど、高速行くかどうかは別として、はい、そうですね。何別にお台場の方とか行きます？行きますか。え、本当に何も決めてないんですか。本当に決めてないですよ。いやいやノープランで DVD 撮影するつもりなんですか、はい、そうですよ。これまでのドライブで遠出ってったらどこまで行きました。遠出しかドライブだけですか、目的なしでですか。目的ありでいいですよ。だってありで、うん、ありでだと静岡ぐらい。静岡。静岡、はい。なんで静岡行ったんですか。いや、友達と、はい、あ、まあ、それも誘われたんですよ。自分きっかけじゃないんですけど、はい、なんかすごく美味しいうなぎ屋さんがあって、かつ近くにその芸能の神様とかそっち系 その神社があるって言って、はいはい、行きたいんだけど、その何、古川くんの車の方が早いからそれで一緒に行かないって言われて、で僕が運転して静岡片道2時間半ぐらいかな、高速で。高速で2時間半ぐらいかけて神社行ってうなぎ行って、で温泉近くあったんで温泉入って、
で、それで帰ってきましたよ。その友達って家誰か家って言ってもいいんですか？あの、桐山蓮さんです、俳優の。そうなんですか、はい、蓮さん結構仲いいんで、かといって自分からはあんま誘わなくて、いつもこう誘っていただいて、はい、で、ついてくみたいな。なるほど。温泉いいっすね。温泉行かないですよ、今から。あ、そうですか。行かないですよ、藤井さん泣きますよ。そうですね。いや、そのうなぎとかいいなと思って。いや、マジで頭の中空っぽじゃん。もう本当にだって酒、東京来て昨日2時から酒飲んでるだけじゃねえかよ。だから今日は休みですから、僕も古川さんも。いや、俺休みじゃないわ。運転してるし、テープ回してるし。そう、テープって言うと思った。テープってって言うと思ったわ。今時テープって言うと思ったわ。もうだって橋本さん今ちょっと酒臭いっすよ。ごめんなさい。酒臭い、もう完全に二日酔いだもん。なんか変な汗がずっと出てるんですって。僕いくつか提案しましたからね、こういうのやった方がいいんじゃないですかって。例えば、例えばだから猫カフェに行くとか、はいはい、みんなで麻雀するとか。そう、その、まあ、ただその僕の車使っていいんで、はい、ちょっとドライブしながらこう、はい、インタビューしたりしてもいいんじゃないと。僕最初言ったのは100個質問考えて100個質問してって言ったんですよ、はいはいはい、なんかあるじゃないですか YouTube でそういうやつ、ね、だからそういうのを、うん、やらないって言ったら、なんか休日をテーマに、はい、っていうことだったんで、はい、こうなってますけど。暑い。いや、人の話聞いてるんかい。暑いじゃないよ。え、っていうか本当に何にも決めてないっていうことは、はい、例えばこの後昼飯食おうってなった場合、撮影許可が下りてないと。そうです、撮影できないってことですよね。その時はちゃんと僕が行きます。あ、行ってくれます？もちろん。あ、というか朝飯食いました。朝飯はまあその家で軽く食べてきました。だから本当にお腹減ったら言ってくださいよ。まだ減らないですね、今10時ですからね、まだ。はい、ちゃんとこのなんか気になるお店とかあったら、はい、ここ寄ろうって突発的に言ってくれればいいんで。マジで全任せじゃん。そうそう、だって休みですもん。そういうこと。はい、これはでもなかなり貴重な映像ですよ。何ですか？僕はその車ですからね。あの車を見せるのは、はい、なんていうんですか、初めてというか。ですよね。はい、よく OK してくれたなと思いますよ、自分の車でっていう。いやいや、一応あの僕が企画したこの DVD ですから、はい、そういうところはなんていうんですか、協力するというか、みんなでこうドライブしながらいろんなとこ行って撮影できたら面白いよねっていう話したんで、はい。